ケフィアの良さを発見、免疫力を強くする自然の方法。ケフィアは、健康を改善する自然な方法を求めている人々の間で、近年、とても人気が高まっています。この発酵された飲み物は、消化全体だけでなく、腸内細菌のバランスも改善してくれます。ケフィアについての興味深い事実は、乳糖不耐症であっても楽しめるということです。乳糖不耐症とは、消化器官系にある乳糖分解酵素、ラクターゼの欠乏により、牛乳やヨーグルトのような乳製品に含まれるラクトース、乳糖を消化できずに、消化不良や下痢などの症状が起こることです。その理由は、まず最初に、ラクトースは動物由来の糖の種類であるため、炎症や消化不良を起こす可能性があるからです。しかし、ケフィアの生成過程でラクトースは乳酸に変換されるため消化を改善してくれるのです。どのように感じるか自分自身でケフィアを試してみてください。今日はケフィアの良さを見出し、この素晴らしいプロバイオテックと呼ばれる体に良い細菌について少し学びましょう。ニュートリションオーソリティという栄養学の専門誌に掲載されている栄養士による研究を参考にご紹介します。準備はいいですか？ところでケフィアって何？ケフィアは牛とヤギのミルクを発酵させたもので、その独特の酸味は発酵過程でラクトースと呼ばれる糖分が乳酸に変化することで現れます。この変化によりラクトースが減少し、より消化しやすくなっています。発酵過程は一定温度の下で行われ、免疫システムを改善したり、腸内の善玉菌の増殖を促進する酵母や細菌を生成します。さて、あなたは不思議に思っているかもしれません。ケフィアヨーグルト？ケフィアとヨーグルトは同じものではありません。ケフィアは少し苦味がありますが、一方で、ラクトースを多く含んでいるヨーグルトは苦味が少ない。ケフィアはほとんどの場合液状ですが、ヨーグルトは大抵ねっとりとしていてクリーム状である。発酵過程においてケフィアはミルクからの必須栄養素だけを保ち続け、ラクトースの数が大幅に減少する。ケフィアの中で発見された微生物によって、腸内フローラ、腸内細菌草むらの善玉菌がヨーグルトよりも多く、胃腸炎などの問題につながる腸内の有害な細菌を排除されます。ケフィアの良さを発見、プロバイオティクスの力。プロバイオティクスとは、腸内フローラのバランスを改善し、体に良い影響を与える微生物や、その微生物を含む食べ物を示します。このプロバイオティクスについてお話しすると、最初に思い浮かぶのは、おそらく一般的に知られているプレーンヨーグルトではないでしょうか。しかし、実際に世界で最も強力なプロバイオティクスはケフィアなのです。
スペインの生態科学における共同研究センターは、次のような情報を提供しています。ケフィアの抗菌防カビ、抗真菌の効果。ケフィアは、サルモネラ菌やピロリ菌、赤痢菌、大腸菌、カンジダのような特定の菌を含む多くの種類の細菌に対して効果があります。なぜなら、ケフィアには、微生物や炎症と戦う生きた多糖化合物が含まれており、様々なタイプの感染の治癒を助けます。免疫システムのためのケフィアの力。ケフィアは、腸の粘膜を保護し、体全体、そして最も重要な消化にも良い働きをする細菌や酵母が30株以上も含まれているため、飲むことは非常に良い考えなのです。栄養士は、ミルク由来のこの飲み物は、乳酸ケフィアとして知られている強力でユニークなプロバイオティックを含んでおり、有害な細菌を防御する素晴らしい方法の一つであると言います。ケフィアは骨の健康を向上し、骨荒症症と戦います。ご存知の通り、骨荒症症は、女性の共通の問題です。症状が現れにくいため、骨折のリスクの増加につながります。骨組織を強くする効果的な方法の一つは、カルシウムの摂取量を増やすことですが、ラクトースが含まれている牛乳を飲めない人がたくさんいます。しかし、覚えておいてください。ケフィアもカルシウムの含有量が高く、カルシウムの代謝を促進するビタミン K にも豊富に含まれているのです。少しずつ食生活にケフィアを加えていき、どのような効果があるか見てみてください。ケフィアが十分に消化され、牛乳を飲んだ時のような不快感が起こらなければ、毎日の朝食と共に楽しむことができるでしょう。どうやってケフィアを飲めばいいの？どこでケフィアは買えるの？スーパーの乳製品コーナーや健康食品コーナー、自然食品店。液体や乾燥させたものがあります。どうやって飲めばいいの？顆粒のケフィアの場合、1日 100g と蜂蜜を少し合わせる。パパイヤのような果物やシリアルとオートミールなどと組み合わせ、朝食にケフィアを加えるのもいいでしょう。液状のケフィアは、夕食後にコップ半分ほど飲みましょう。消化を改善し、定期的に飲むことで、腸内フローラと免疫システムを自然に強化してくれます。最後に、ケフィアは発酵過程があるためラクトースの含有量は低いのですが、乳製品であることには変わりはないので、自分に合うのかどうか様子を見る必要があるということは忘れないでください。